この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。龍が如くスタジオ代表の横山雅義です。龍が如くセブンガイで名を消した男は、今年の6月にファーストトレーラーを公開させていただきましたが、世界中のファンの皆様から、非常にポジティブな反応をいただき、チーム一同大変嬉しく思っております。本来であれば詳細情報は発売直前まで伏せておく予定だったのですが、この皆様の盛り上がりに何とかして応えたいという気持ちもございましたので、ストーリー、ゲームプレイに関してもう少し深掘りしたものを今回公開させていただく運びとなりました。さて、龍が如くセブンガイで名を消した男は、愛する者たちを守るために自らの死を偽装し、表舞台から消えることを選択した桐生一馬の空白の物語を描いております。本作は龍が如くセブン光と闇の行方から、龍が如くシリーズをお楽しみいただいている、ファンの方には桐生一馬という人間のパーソナリティを最もよく分かっていただける内容となっております。彼がどのように敵と戦ってどのように物語を進めていくのか、ぜひバトルアクションで楽しみながらご体感ください。まだまだお話ししたいことはたくさんありますが、今回はストーリーとゲームプレイの魅力を伝えるための最新トレーラーを用意してありますので、こちらをご覧ください。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。今回の任務を端的に言えば密輸の警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局持ち場に立っているだけでいい。簡単な仕事でしょ。人質に取られてんだぞ。あんた、花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティを与える。ゾーデンボルには一人で向かってもらいます。もし他に連れてきたらその時点で交渉はしまいや。花輪さんは死体も上がらんで、この子ら人質にとったら俺らの言うことも聞いてくれます。やってみりゃいい。その時はお前らも渡せも、この世に生まれてきたことを後悔させてやる。あの一番奥のやつ、キャッスルやろ。お前の名前はそんなんじゃねえだろ。お前は死んだはずの男だ。ほら、今こそ桐生さんの力が必要やと近江連合と、それから登場会のために、うちの親父と登場会の六代目堂島大吾、この二つを解散さすんです。大道寺一派はあなたを警戒していました。お前ら下がれ。お前何を。やかしい、もう済んだことや。あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。残念ですよ。本当に俺は大道寺に向かって自分から死んでやるって啖呵切ったんだ。もう自分の過去も人生も名前すら捨てている。だが俺の道を邪魔するってんなら力ずくで押し通らせてもらう。
最初の目的地はハワイですか？いや、そいつは最後のお楽しみだ。相変わらず自分のやりたいことは後回し。あなたらしい。どうぞお気をつけて。上流。Ultimate combat awaits you with two high-impact fighting styles. First up is Agent. Use an array of high-tech gadgets to take down enemies with absolute speed and precision. Dynamically deploy your arsenal to clean house. Next up is Yakuza. Take street fighting to the extreme with wildly aggressive moves.Unleash high-impact heat actions to ruthlessly dispose of enemies. Strategically switch between both styles depending on the situation and conquer your foes. Now, bring on the entertainment. Here is some of the fun that awaits you in-game. Risk it all to rise through the ranks of the deadliest battle arena tournament ever.Create the ultimate team and duke it out in large-scale brawls like you've never seen before. Enjoy the best of Japanese nightlife, the cabaret club. Live-action gameplay immerses you in this one-of-a-kind experience. Develop your relationship to enjoy rewarding moments together.Customize your style however you please. So get that perfect outfit ready and go turn heads out on the town. On top of all that, you can sing the newest karaoke songs and keep the fun going with a variety of entertainment. Plus, several retro games deliver a satisfying blast from the past. The world of Like a Dragon Gaiden is overflowing with a variety of immersive experiences. Get out there and enjoy the finest entertainment Japan has to offer. Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name.Freeze! Hold up.ったく、浜の英雄が何やってんだ。久しぶりだな、春日。キリュウさんですか？来い、こっちだ。いかがでしたでしょうか。さまざまな新情報が詰まった映像をご覧いただきました。龍が如くセブンガイデン名を消した男のプレイの魅力を、肌で感じていただけたら幸いです。今回プレイオーダー特典としてご用意しておりますレジェンダリーファイターパックを入手することで、闘技場で真島五郎、堂島大吾、西島大河といった登場界の伝説の極道3人を操作キャラクターとして使用することができるようになります。闘技場では他にも様々なキャラクターが登場し、多人数バトルなど新たな要素も盛り込んでおりますので、ぜひご予約いただき発売をお待ちいただければと思います。そして皆さんも驚かれたと思いますが、龍が如くセブンガイデン名を消した男の追加データとして、来年リリース予定の龍が如く8スペシャル体験版を配信いたします。こちらは龍が如くセブンガイデンをクリアした後にアンロックされるものとなっており、龍が如く8本編には入っていない特別なシーンなども収録した、その名の通りスペシャルな内容となっております。こちらもぜひご期待ください。最後に龍が如くスタジオの今後のロードマップを簡潔にご紹介いたします。本作龍が如くセブンガイデン名を消した男は8月23日から27日まで開催されるゲームスコムで世界初のプレイアブル出展を行います。
その後9月1日から9月4日まで開催されるパックスウェストへの出展、さらに9月21日から24日に開催される東京ゲームショーもございます。こちら以外にも北米や南米、ヨーロッパ、アジアなど様々な地域で行われるイベントに積極的に展開していく予定です。ぜひ足を運んでいただければと思います。本作は2023年11月9日世界同時発売となります。皆様に楽しんでいただけるよう良いものを作り込んでおりますので、もう少しだけお時間をください。本日はご視聴いただきありがとうございました。また近々お会いしましょう。それでは。おー良いのよ、それが大人ってもんだ。当たり前やん。見かけ倒しちゃうやろな。どうせわかんねえ。よっしゃー。